はい、はい、それでは引き続いて北欧の布、はい、生地をね、ご紹介したいと思います、はい、今年もね、なんかいいというか素敵な生地がいっぱい届いておりますのでね、はい、あの皆さんに少しずつでもご紹介させていただきたいと思いますね、はい、はい、じゃあ早速ご紹介いきましょうか、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、いきなり大きい長い生地です。こちらはマニメッコ、はい、石本不二雄さんですね。なんか石本不二雄さんということなんですけど、ちょっとパターン名が分かんないんですけれども、はい、あのベースはネイビーでしょうかね、はい、ネイビーに赤、黄色、グリーン、青のお花が描かれたパターンで、はい、上下左右がきれいに縫製されてて、はい、マリメッコのタグがついてて、どうも既製品のようですね。そうですね、長さが253センチございますので、はい、おそらくベッドカバーかなんか使えたのかなっていう感じですね。ですからあの非常にコンディションはいいですね、はい、はい、ですから、まあ、あのテーブルクロスとしてもいいですね、はい、でとてもなんか商品状態はねいいんです、いいですね、はい、こんな感じ、大きいテーブルでもちょっと余ってしまうので、たっぷりですね、うん、たっぷりでいいですね、足りないよりはいいですね、はい、またお部屋に飾っていただくには最適な、はい、ね、パターンかと思います。思います、はい、大胆でいいです。大胆ですね。はい。こちらもマリメッコ。はい。ね、であの白とグリーンなんですけれども、これよく昔から見るんですね、はい、ただ歯切れの小さいこうカットしたものでは見たことあったんですが、これ大きい完成品では初めてですね。そうです ね、あのこれ上下左右きれいに縫製されてて、はい、マリメッコの古い時代のタグがついてました。ま ですから、はい、まあ、70年代頃の商品ではないかなということで、うん、195センチございますので、はい、何使ってたんでしょうかね。とても色はいいですよね。いいですね、コンディションね。ちょっとあの何箇所かシミはあるんですけれども、コンディションとしては非常にいいです。はい、なんかパターン的にはその脇坂さんのリーフみたいな感じのね。感じですね。そうなんです。ただ昔からパターン名は不明ということで皆さん、こう脇坂さん出してないじゃないですかパターン名。うん。グリーンの色がいいですね。発色もいいですね、うん、いいです。どうですか、はい、なんかこんな感じでなんかもう春を感じるね。感じますね。いいですね、グリーンがね、はい、はい、こちらは、はい、タンペラ、はい、はい、ベースは何ですか、赤茶っていうんですか、レンガ色みたいな感じですね。なんか渋いですね。そうですね、うん、パターン名はもう MON というね、タンペラのデザイン。タンペラもね、なかなかないですね。ないですからね、テーブルに添えてもなんかいいですね、落ち着いてて、ね、落ち着いていいですね。なんか和を感じますね、感じますね、あ、うん、そうですね、はい、なんかいい感じ、模様もなんかいい感じ、いい感じですね、はい、はいはい、こちらもタンペラでございますね、はい、もうこういうお花の模様はタンペラ得意のパターンです、はい、かわいいですね、フィンランドらしいね、はい、あのかわいい、はい、でこうちょっと流れるように水の流れにも感じますし、こう空気の流れにも感じますしね、はい、花びらがこう流れていく、はい、ただ、まあ、あのこちら左右にですね、退色部分がございますので、はい、それコメントの方ね、はい、お読みください、はい、でも生地質はしっかりしてます ね、やや厚手の昔のビンテージとしっかりして、はいはい、これもなんとなく春っぽくていいですね、いいですね、これからの季節に、はい、はい、長いですね、これ ね、
こちらマリメッコクリスティーナイソラの作品でバルケですね、はい。であのコットンではなくてあのリネン 100% みたいです、はい、こちらに書いてあるリネン 100%、はい、いやいや薄手っぽいでしょう、ね、そうですね。あのこちら以前にあの大きさは違うんですけれども、うん、あのご紹介したことがありまして、ね、大人気の、はいはい、大人気の生地ですね。なんか手書きのようなチェックみたいな、うん、こういう棚の目隠しもいいですね。いいですし、はい、テーブルのセンターに添えてお楽しみいただいても、うん、いいかと思います、はい、シンプルパターンですからいいですね。いいですよね。で単色使いでね、はい、素敵です。はい、はい、こちらはマリメッコのアルボイタスというね、去年暮れにこれの黒バージョンの方を、ね、はい、ご紹介させていました。こちらも人気でしたね。人気でした。今回黄色バージョンというこで、こう筆でパッパッパイみたいなところにこうちょっとアクセントの色が入っている、はい、でこちら裏見るとカーテン仕様になってますので、カーテンとしてね、はい、お使いになってたみたいですけれども、はい、コンディションはいいですね。いいですね、はい、この黄色がなんか鮮やか で、 いいですね、うん、でまあちょっとそのまんまでもいいし加工してテーブルクロスとしてもね、いいですね、うん、あの非常にいいですね。はい、はい、これまた一気になんか春らしいですね、はい、淡い感じでピンクとライトグリーン、はい、いいですね。はい、なんかリンゴみたいのと洋梨みたいなのが描かれてますね。そうですね、かわいいですね。はい、こちらは、北欧の、はい、フィンレッスンですね。そうですね、はいはい、上下左右きれいに縫製されてフィンレッスンのタグがついてます。はい、お部屋に飾ってもいいですし、テーブルのセンターでちっちゃなね、テーブルのクロスとしてもお楽しみいただけそうです、うん、いいです、かわいいですね。かわいいです。かわいいです。なんかコンディションもいいんでね、いいですね、すぐ使えていいですね、はいはい、こちらはマリメッコ、ヤッタサローネ、はい、ヤッタサローネのこうパターンとか淡い感じが多いんですよね。多いですね、はい、なんか春っぽい、なんか、はい、色が春ですね。春ですね、はい、なんか小物製作に、あ、いいですね、ね、いいですね。なんか少しずつなんか春感じますね。そうですね、はい、こちらはピーニュニッコですね、はい、なんかあの上下左右きれいに縫製されて、ここはマジックテープついてますので、うん、何かやっぱこういう風にして使ってたのかなって、ね、うん、そう思いますね、はい、ですから一応そのまんまマジックテープついたまま現状の状態でね、はい、お渡ししたいと思います。はい、テーブルのセンターでお楽しみいただいてもらいますね。いいですね、はい、はい、はい、こちらはナシーマット、ナシーマットですね、はい、様のはマルチカラーですね、いろんなこうカラフルですね、はい、はい、こちらはピンクとネイビー、黒でしょうかね、黒とあとダークグレーみたいなのね、はい、どちらも小物製作にいいですね、はい、これ未使用ですかね、はい、未使用で す、 です、ね、はい、はい、どちらも石本富士夫さん作品ですね、はい、私の方はラーカですね、はい、小物製作に
小さく使った方がいいですね、これね。そうですね。小さく、素敵ですよ。ほんのちょっとだけこれ使って、はい、で、こちらの方はロンポロですね。はい、これもいいですね。いいですね。ちょっとね、商品状態、この辺そうですね、ちょっとシミとかございますので、ホームページの方をご覧ください。はい、はいはい、こちらは両方ともタンツですね。タンツですね。で、私の方はこれヴィンテージなんですよ。結構古いですね。はい、そうですね、ピン、濃いピンクで、濃いピンクの、で、ちょっとあれですね、この辺ちょっと赤が入ってるんですよ。これは赤が入ってなくて、はい、同じように見えるんですけど微妙に違うんですね。違いますね。で、ちょっとね、ここ白いシミというかインクが入ったりとか、ね、あと裏にもですね、裏から見るとこの辺に大きなシミがあるんですが、はい、色が表が濃いんで表からはちょっとわからないです。裏から見るとわかるんですね。はい、それホームページの方ご覧ください。そうですね。で、私の方はイエローですね。こちらは未使用になります。はい、こちらも小物製作にぴったりです。そうですね、はい、はいはい、私の方どちらマイアイソラさん、ね、そうですね。こちらはプレシオサっていう古いヴィンテージですね。そうですね、超ヴィンテージです、うん。電画色いいですね、深みがあって、これも小物製作品ですね。いいですね。部分使いで、はい、ほんのちょっとだけおやつマットとかポットマットとか、この辺ちょっとね、はい、で、私の方はミニユニッコのイエローで、中が赤っていう可愛いユニッコ柄になります。こちらもね、小物製作にいいですね。そうですね、はい。鮮やかなイエローとちょっとこうオレンジっぽい色のもございます。はい、はい、で、私の方は脇坂勝さんのブーブーなんですけれども、これ超脇ありでございます。はい、全体がもう日焼けしております。で、あとシミが結構ございますので、まあちょっと売り物としては厳しいんですけど、なんか外かなんかでね、そうですね、外かなんかで使っていただく、ちょっと使用するのに制限がございます。格安で、はい、ご紹介販売させていただきます。販売させていただきます。なんか使っていただけたら嬉しいです。はい、はい、で、こちらはマリメッコですね。そうですね、の歯切れになります。はい、で、クレジットがないんでちょっとパターン名が確定できない。これいくつかね、こういうパターンあるんですよ。はい、誰のって確定できないんですけれども、はい、オリーブ、薄いオリーブグリーンに、オフホワイト、そうですね、いいですね。いいですね。生地質もなんかいい味わいがありますね。はい、小物製作です。はい、こちらは、クリスティーナ・レポとマイ・アイソラの作品、共作で1980年の作品ですね。はい、オリーブグリーンにピンク、ピンク、薄いピンク、はい、あと味わいが初めてですね。そうですね、とても味わいがあります。これも小物製作にいいかもしれません。で、これ1枚とあとこちらにですね、クレジットの部分だけのものがついています。はい、2枚セットでございます。はい、何かにね、使っていただけたら嬉しいです。はい、はい、で、私の方が、再入荷になりますけども、北欧の布ということで、はいはい、小花模様ですね、可愛いですね。はい、こちらがお客様の方から向かって右側の方が、下がブラウンでしょうかね、はい、茶色にホワイトのお花、これちょっとですね、こちらの方が色がですね、微妙に白ではなくて、はい、オフホワイト、オフホワイトのような少しなんかグリーンが入ってるような、はい、
色なんか微妙な感じですけど、でもその微妙なね色の感触、感覚がいいですね。でお花が可愛いです。可愛いです。他にもフィンランドという感じのね、はい、柄でございます。はい、はい、こちら再びの登場です。マリメッコのペレンナとね、はい、いうパターンでございます。全体が朱色。そうですね、なんかプロダクト用の生地みたいで、はい、色とね、ガマ口なんかいいですね、これね。いいですね、小物製作にぴったりですね、うん、なんかちょっと渋いですね、はい、はい。私の方はリンピですね。リンピですね、はい、石本さんのね、はい、これもいいですよね、はい、こう手書きのようなこうドットが連続するやつで、はい、うん、で色もね、こう赤が深い感じ で、 そういいです。深みのある赤のね、はい、こちらも小物製作にぴったりです。再び出てきましたね、オレンジの、はい、ピルプとパルプと、はい、よく言いましたね、はい、小物製作いいですよ、本当に、はい、ちっちゃくね、カットしていただいて、はい、これね、で、私の方はナスティ、ナスティ、はい、いいですね、こちらのね、小物製ぼっこですよね、はい、薄い茶色に黒のドットっていうんでしょうかね、そうですね、いいですね。いいですね。なかなか出てこないですね。はい、出てこないです。いいですか、月言って。はい。小物製作にもいいですよ。いいですよ。はい。はい。はい。どんどん小物が出てきます。こんな感じで。はい。こちらマイアイソラの古い時代作品のバルヤットというですね。はい。今まで茶色とかね、ご紹介したことあって、はい、今回グリーンでございます。はい、こう手書きのよう な、 なんかストライプが連続する。はい、です。私の方はピンク系のアナナスですね。はい、の、歯切れセットになります。これをパズルのように組み合わせるとアナナスの柄になります。ちょっと強いですね、ぴったり合わないですね、ぴったりは合わないです、すいません、はい、こんな感じでセットになります。はい、はい、私の方はマイアイソラ作品で、シルキークイッカというものなんですが、ただ非常にですね、体色がございます。半分ぐらい、こっちの方かな、はい、はっきりと対象がございます。で下の方も耳の部分にこう対象がございます、ね、はい、まあ、何かにね、はい、お安くしますので何かに使っていただけたら嬉しいです。はい、はい、で私の方はマリメッコのシルムですね、はい、はい、渦巻き柄が可愛いですね。石本藤雄さんの作品でね、はい、はい、そうです。飴のようなこう手書きの模様が連続します、はい、はい、こちらもね、小物製作にいいですよ、はい、はい、こちらはフィンランドのお母さんが何年も何十年もかけて集めた歯切れをなんか縫ってパッチワークにした生地です。はい、結構ラグな縫い方なんでね、なんですけども、なんか本当に時代を感じさせるようなこう本当そうですね、ヴィンテージの生地をね、はい、合わせたこの大きさと、はい、で私の方がちょっと小さい歯切れというでしょうかね、はい、パッチワークの歯切れの3枚セットになります、はい、でこちらもそうなんですけれども、よく見るとマリメッコの生地が使われてたりとか、はい、こうかわいい小花模様が使われてたりしますので、結構いい生地をがこう、ね、見るとあったりしますので、はい、ぜひなんか小物製作に ね、 小物製作にね、はい、お使いいただければと思います、はい、
こちらはニーティーですね。ニーティーのブラウン系と、はい、白に赤茶、はい、またちっちゃいのついてます。3枚セットでございます。はい、はい、ですね。で、私の方は北欧の生地の花柄ですねの端切れのセットになります。これ白地にピンクですね。で、白地にエンジンで、白地にいろんなね、こうオレンジとかブルーとかいろんなお花の端切れセットになります。ちょっとお楽しみというね。そうですね、はい。で、最後の2枚でございます、はい、これね、どちら何回かご紹介したことあるんですが、はい、私の方はこう白地に茶色で小花模様、はい、ただ生地がなんていうんですか、こう縮みみたいな、こうシアサッカーみたいな凹凸のあるですね、はい、生地でございます。で、私の方はグリーンに白の小花模様で、ちょっとね、もう生地感にすれ感がありますけれども、洗濯によってちょっとすれ感ございますけどね、はい、ただこのね、生地のそのすれ感の風合いがね、いつも人気でございます。小物製作にいいです。はい、はい、はい、ということで以上でしょうかね。はい、以上になります。はい、なんかね、ちょっとこう春らしいものも入れたりしてますので、はい、楽しんでいただきたいと思いますが、はい、今回端切れをね、はい、多くちょっと入れさせてきましたんで、はい、お手頃価格のものね、はい、なんかこうチクチクと小物製作していただけると嬉しいです、はい、そうですね、まだまだちょっとね、寒い日が続きますので、はい、お部屋の中でチクチクといいですね、あとミシンを踏みながら楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、以上でよろしいですか。はい、はい、じゃあ最後どうぞ。すいません、はい、噛みました。はい、まあ、一番ね、はい、こう冒頭にも申し上げました、一番寒い時期でございますのでね、はい、どうぞ体調管理はお互い様ね、はい、気をつけて楽しく過ごしたいと思います。はい、はい、じゃあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。